タレントの今田耕司が11日放送の読売テレビ今田耕司のネタバレ MTG に出演。広瀬アリスの SNS 神返しにまつわる秘話を明かした。話題となっているのは、広瀬が先、月18日に更新したツイッター。自身の写真を掲載し、ベイマックス W とディズニー映画のキャラクターに例えた投稿を引用リツイートした。現在と比べて、やや体格の良い印象の一枚に、ブッブー。この頃は、ベイマックスではなく、プロレスラーって呼ばれてましたとユーモアを交え返信。この対応に、本当好き、器でか、いい、など、称賛の声が出ていた。このニュースに、日テレ系、アナザースカイなどで共演も多く、公私ともに、親交のある今田は、アリスちゃん、ツイートとかですごい、傷ついたタイプやからと証言。続けて、若い時は誹謗中傷でめちゃくちゃ、傷ついて、そしたら見てしまうねん。すごい悪口いつも言ってくる人をずっと追いかけて言ってたらしい。追いかけてると、だんだん、この人って自分のことめちゃくちゃ見てくれてるやんと。何に出ても悪口こと、打ってくるから。この人ってめちゃくちゃ私のこと見てくれてる、っていうことは、なんなの、私のこと好きじゃんっていうマインドになったってと明かした。それ以来、広瀬は悪口を書く人物にも、すごい好きなんや、私のこと、こん、何見てくれてると考えるようになり、楽になったと語っていたという。今田は、でも、最初はめちゃくちゃ傷ついたって言ってたから、多分、その、息に行っていろんなことが視野が広くなって客観的に見れるんちゃうかな。だから結局いろんな経験、傷ついた経験も積んでここに行ってるっていうことと分析していた。